領著は、中国三国時代の政治家、武将、義、職に仕えた。三国士職史教委伝に記録がある。義の天水軍で構想を務めていた。228年、天水軍の大使が巡察のため外出しているとき、職の諸葛領が進行し、諸県の住民が次々に、職に味方したという情報が入った。大使は、 地所の危険に戻らずそのまま城に逃亡し、ハリート口は、守護の印象や、中老の脅威らと共に、置き去りとなった。上や危険への入城を拒否されたため、やむなく諸葛寮に下り、諸が、町邸の戦いで敗北した後も、脅威らと共にそのまま、諸に仕えた。寮長は諸で大航路までなったが、脅威より先に死去した。寮長と行動を共にした人物に、 天水軍主機の良県という人物がおり、彼は職においては大長州まで登っている。やはり脅威より先に死去した。小説、三国支援儀では、脅威と共に、天水大守馬順の配下の武将の一人として、登場する。諸葛亮率いる職が北伐で攻めてきた時、大守の馬順は、脅威の策で一時それを撃退する。しかし、脅威が、 諸葛亮の奇策にかかり、蜀に振らざるを得なくなる。馬順は、蜀軍に攻められ、ハリート口をはじめとする配下の者たちを残して一人で、故に、逃亡、二度と義に戻ることはなかったという。そして天水は解除され、馬順の配下であったハリート口は、降伏後にそのまま、天水大使となった。ありがとうございます。